灰原駅は奈良県宇田市灰原萩原にある近畿日本鉄道大阪線の駅、駅長配置駅である。駅番号は D45、宇田市の代表駅である。5番乗り場と1番乗り場2面4線の島式ホームと短式1面1線のホームが並んだ3面5線の地上駅で京上駅舎を有する。改札口は1カ所のみ。出入り口は 南北双方にある。北側から51234番乗り場の順に番号が付与されている。ホーム有校長は5番乗り場のみ6両、1から4番線は10両。近年における当駅の1日乗降人員の調査結果は以下の通り。周囲は大阪のベッドタウンになっている。北口バス乗り場南口バス乗り場大半のバスが南口に発着する。 北口は主にハリーインター方面へのバスが発着する。その他奈良交通バスが1月2月の土休日は、南口から、高県登山道、三重青少年旅行村に、臨時直行の無表バスを運行。ABCD ソネサトル、週刊歴史で巡る、鉄道全路線大手私鉄2号近畿日本鉄道、1、朝日新聞出版、週刊朝日百貨、 2010年8月22日、18から23ページ。ISBN 978から4から02から34132から7。平成19年4月1日から近鉄主要路線で IC カードの利用が可能になります。近畿日本鉄道。 http://www.kintetsu.jp コロンススララッッシシュュスラッシュニューススラッシュファイルズスラッシュ i c c a r d 2 0 0 7 0 1, 1> 3 0 p d f 2 0 1 6年3月10日閲覧 ?abc 駅の情報灰原近畿日本鉄道2020年7月25日閲覧 abcdefghij 近鉄時刻表2018年3月17日ダイヤ変更号 p124p147p284p306 ハンドブック2010近畿日本鉄道総合企画部編2010年9月 abc 近鉄時刻表2018年3月17日ダイヤ変更号 p81p87 駅別上工事員大阪線近畿日本鉄道、ありがとうございます。